皆さんこんにちは、昭和成人1965でございます。メソポタミアでございます。ナビさんもうちょっと向こう行きません、ね、ちょっとなんかあもうちょっとこっちに行きますか、ね、はい、あいいですね、はいはい、ですね、いよいよあの来週に、うん、でワンダーフェスティバル、うんうん、2月8日に迫ってまいりました、はい、でタミヤさんとで一緒にこうやって、うん、昭和成人、うん、こう世に広めていこうかと、うん、あの多分気づいてないだけで僕ね昭和成人ってもうあちこちにいるいますよね。いる。この前もねちょっとだけあの友達とか集まった時に、うん、まあ、いろんな話しててあこいつらみんな昭和成人だって、うん、僕以上の昭和成人がもうやたらいますからね平成生まれの昭和成人いましたね。もう平成生まれなのに昭和のことなんでそんなに詳しいのみたいな、うん、あれはもう昭和の遺伝子を持って生まれたってことですかね、うんうん、すごいです。遺伝子の中にも昭和成人が組み込まれてるってことが、うん、そうそうそう最近分かりました。恐ろしい宇宙人です。多分昭和成人この気持ちは何なんだろうかって思ってる人っていると思うんですね、うん、要は昭和成人と気づかずに、うん、その普段過ごしてしまっている、そうそうそう、人がいると思うんで、うん、ぜひちょっとねこの昭和成人のチャンネルですね、そうそう放送も、まあ、あの見てもらってあ俺昭和成人なんだって気づくと、うん、多分ホッとするところがあるんじゃないかと思いますので、うん、昭和ホッとしますよ本当にね。本当ですよね、うん、あったかい時代、うん、今も、まあ、昭和なんですけど、うん、高い時代だったんで、まあ、そういう良さをね、うん、できればちょっとでもこう広めていけたらいいなと思っております、はい、で、まあ、活動としましてですね、うん、やっぱりもうあのこう昭和成人を広めていきたいということで、あの近々に迫ったワンダーフェスティバルに、うん、まあ、大勢来てくれるんですけど、うん、多分3割ぐらいは昭和成人が集まるんじゃないかと思ってまして、でタミヤさんがですね、うん、またちょっとこう全然新しい新作を昭和成人の、うん、なんていうんですかね、これはチラシですかね、なんていうのチラシもそうですけど、うん、まあ、街並みみたいな感じ、うん、あこれね、ちょっとこう見せてもらっていいですかね、はいはい、こんな感じです。こんな感じで今、はい、ここに出てると思うんですけど、こんな感じでね、イラストを1枚描いていただきました、でこれをあのそうですね、ポストカードぐらいの、うん、ですよね、一番手軽な形で、はい、チラシにして、うん、これはあのちょっと無料で配布する、配布したいなと思ってます、ええ、でそこに、まあ、ここのチャンネルのアドレス等をまた入れておきたいなと思うので、はい、ぜひちょっと、ええ、あのこの前ね、あの、うん、ナビアさんのゴジラのポストカード合わせて、ええ、もう銃でなくなっちゃっても、これがもらえるということなんで、うん、ぜひ一度声をかけてもらえるとありがたいなと思っております、はいはい、これはちなみに今ここ出てますけどね、うん、どこですか？これ分かる、銀座なんですよ。銀座ですよね。銀座、こんなのってありましたか？当時あったんですよね。ああ、この真ん中の UFO を見たことあるんですけど、これも最初はあの普通にアダムスキー型にしようかなと思ったんですけど、はい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 、ちょっと昭和成人の円盤だったらこういう風ななんか、ああ、これ昭和成人が乗ってるってことで、でという設定で。でこのわわわわとこうやって降りてきて、見えるかな、こう昭和成人降りてきてます。あ、降りてきてますね、うん、多分ここキャッチコピーで消えちゃうかもしれませんけどね、はいはいはい、後で、うん、ところで田辺さん宇宙人だったんですね。昭和成人ああ知らなかったもう僕は宇宙人の弟子ということでいやこっちに皆さん乗ってますよ思い出しました記憶を消されてるんです